皆さんいろいろご支援いただきましてありがとうございます。おととい選挙があって、昨日は徹夜して、まあ今に至っておりますが、サンセットとしては神谷さんが通って、得票率も上がって、それで晴れて初期の目的を達成しました。私はちょっと残念ながら落選しましたが、まあ反省としてはね、私よりかむしろ、まず第一に赤尾さんね、ちょっと票の出方がね悪かった。それから、吉野先生もねちょっと残念だった。これは地方から立った人の票数から言ってもすごい少ないんで、多分地方の方が全国区をちょっと応援しなかったかなと。それはまあ今後の課題としてね、まあ、お二人の方は非常に随分活動して残念だったと思うんですけど、まあ、これから賛成党が大きくなるには、まあ、そういう反省も生かしてね大きくなっていったらいいと思います。はい、お疲れ様でした。はい、どうも。